シアトル交響楽団は、ワシントン州シアトルを拠点とするアメリカ合衆国のオーケストラ。例年30万人の集客力を誇る。1903年12月29日に最初の演奏会を行う。設立当初からシアトル交響楽団の名称であったが、1911年にはシアトルフィルハーモニー管弦楽団に改名。1919年に新しい内規によって、シアトル交響楽団の名称のもとに改組された。いずれにせよほぼ1世紀の間、とりわけ近年はシアトルシンフォニーの2号で親しまれている。1985年からジェラード・シュワルツが音楽監督を務め、その指導力のもと、特に忘れられた20世紀アメリカ人作曲家の演奏で有名になった。ハワード・ハンソンの主要管弦楽曲集を含む膨大な数の録音をシュワルツの指揮によって録音している。シアトル歌劇場でも演奏し、毎年夏にワーグナーの楽劇の上演を行っている。2011年にはおよそ四半世紀にわたってオーケストラを率いたシュワルツが退任し、後任として若手フランス人指揮者のリュドヴィク・モルローが音楽監督に就任した。ありがとうございます。